はい、こんにちは、マリリンちゃんです。よろしくお願いします。今日やるゲームはこちら、ザ・ケーキ。はい、これね、どういったゲームかというと、概要欄によると、あらゆる種類の依存症に取り組むゲームであり、依存症がどのように始まり、どのように感じ、どのように収束するかを探りますとのことです。はい、やってみましょう。それでは始める。チャンネル登録よろしくお願いします。始まりましたね。 The number of people eating cake is increasing at an alarming rate. Cake can cause a multitude of physical and mental problems. Its sales have been prohibited in most European countries, and America is moving towards doing the same. The government has launched a campaign to warn about its dangers.The campaign does not have any effect on the nationwide epidemic, as the number of people eating cake for its euphoric effects is increasing. はい、めちゃくちゃ喋ってたね。 Be a protected member of society. Go to sleep. はい、寝ろとか言ったのかな？ Sleep しか聞こえなかった。すごい英語喋ってたけど全然わかんなかったですね。そしたらじゃあ、でも寝ろって言ってもちょっと家の中を探りたいから、ちょっと待ってね。はい、ここで、あ、これで寝ちゃうと多分進んじゃいそうだから寝ないで、家の中を一旦探索しましょう。これキッチンがありますね。調べたりはできない。なんだあれ。で、このドアは、ああ、なんだ？はい、あれ？入れない。開かない。落ちた！ちょっと、ん？ああ、どんどん落ちていく。ああ、これは、バグかな？はい、もう一回やり直しましょう。はい、戻ってきました。そしたら、じゃあさっきのね、続きで、はい、倉庫かな？何もないですね。で、ここのドアは危険なんで、じゃ、このレバーを、なんだろうな。はい。Please time this week. 今まだいじれそうもないですね。でも、とにかくやっぱ寝ないといけないんですね。はい。じゃあ寝ましょう。Be a productive member of society. Go pull the lever. はい。寝ました。したらじゃあ家の中をまた行って、さっきのレバーとかいじれるようになったんですかね。ちょっと探検しつつ行きましょうかね。はい、来ます。ああ、いじれますね。Be a productive member of society. Go to sleep. カウントが1になりましたね。で、また寝ろって書いてありますね。書いてあるね。言ってましたね。Sleep ってね。はい、じゃあ寝ましょう。Be a productive member of society. Go pull the lever. またレバーを引きに行くのかな？なんとかリーバーって言ってましたもんね。はい、じゃあ引きましょう。Be a productive member of society. Go to sleep. はい、Go to sleep 言ってましたね。レバーが2になりましたね。これは何なんですかね。 Be a productive member of society. Go pull the lever. あ、スマホが鳴ってますね。どこにある？ないですよね。Hey man, long time no see. I just wanted to let you know that I dropped off a cake at your place for not letting me down. Please, don't believe what they say online about it. Trust me, try it. You'll be done with this month's lever pulling before you know it. Try it. It's life changing.閉まっちゃうの？勝手にスマホは出るわ。なんかドアは閉まってるわで。どうしたらいいのかな。あ、開いてますね。あ、なんかありますね。これ、あ、これがケーキなんだ。あ、いけますね。これ食べて、あ、視界、あ、足早い。視界もなんか明るくなりましたね。はい、じゃあレバーを引いて、あ、さっきまでの声が。聞こえなくなりましたね。わ、すげえ早いな。
お、なんだ？え？何これ？ Be a productive member of society. Go pull the lever. え、ね、で、あ、またケーキですね。はい、あ、治る。あ、ケーキを食べると治るな。ここにもまたありますね。はい。あ、今は食べれないんですね。で、レバーを引いて寝ると。はい、あ、また来た。めちゃくちゃ足遅いんですよ。カッカっていうのは何だ？あ、じゃあまたケーキを探さないといけないんだ。そしてなんだこのノイズ。さあ、ケーキはありましたね。これを食べて、はい、治りましたね。で、レバーを引いて、あ、こっちにまたありますね。次はそこに行くってことか。うん。めちゃくちゃ早い。あ、また来た。でもね、ケーキのそばだから。ケーキ、これなんか、あれかな？もしかして。やばいケーキなのかな？ケーキの効果が切れて、こういう感じになるっていう。ノイズってこのテレビってことだよね。あの、カチカチって、時計？神経が過敏になってる感じなのかな。おお。来た来た。ほら、これ、そうだよね。時計とテレビの音が異様に、聞こえるってこと？なんで今度ケーキどこにあるんだろう。そっか、これは、ケーキ、やばいケーキですね。それで依存症になっちゃってるってことか。Be a productive member of society. Go to sleep. ああ、どこだ？ケーキをくれ。やっぱそうだね。ここに来ると、カチカチ言うから、これの音だ、時計だ。ケーキありましたね。はい。体が軽くなりましたね。お。依存症についてのゲームってそういうことなんですね。はい、怖いですね。お化けとはまた違った怖さがありましたね。はい、非常に興味深い作品でしたね。はい、といったところで今回の動画おしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。